はいどうもこんにちは、カジマックです。今日は雑談です。皆さん OCN モバイルワンとかグーシムセラーってご存知ですか？僕はこの2社の関係性よくわかってないんですけど、とにかく新しいスマホ出るたびに回線契約ありきですけど超激安でスマホ販売をされてるんですけど、ご存知ない方はちょっと調べてみてください。で、僕も以前は数回契約して激安で端末を買わせていただいて、当時はまだ半年縛りがあったんで半年経過後解約っていうパターンを踏んでたわけなんですけど、実は昨年回線契約の縛りが撤廃されましたよね。それを機に OCN モバイルワンさんも縛りを撤廃したわけです。そこで僕も確か契約後4ヶ月を少し経過した頃、もう全然使ってない回線だったんで、はい、ちょっとある意味調子に乗って解約したことがありました。一応縛りがないことを確認しての解約だったんで、はい、これちょっと言い方おかしいですけど表立っては問題なかったんですよ。で、その後また数ヶ月後改めて契約しようと思って昨年6月に申し込んだところ、 OCN モバイルは契約寸前でエラーコード402、これ当時何のことかわからなくて問い合わせをしたところ、審査エラーとのことでした。はい、これ決まりなんで縛りは撤廃したけど、常識的に考えると回線分で回収しないと商売にならないぐらいの激安価格でスマホを売ってるんで、これはある意味想定できた結果、僕がブラックになるのはある意味当たり前で致し方ないと思ってました。ここは販売側として半年以上使わないとブラックリスト入れますよとも言えるわけもなく、はい、これは読み取る力、嗅ぎ分けるスペックが必要ということ、僕が浅はかでした。で、本題はここから。実は最近月間 6GB 程度のデータ通信 SIM が欲しかったこと、そしてこちらモトローラ H20、 いやもうこれが気になってたんで、ちょうどグーシムセラーで激安販売開始されるとのことで、ちょっと調べてみると、どうもブラックは半年で消される、1年で消される、永久に消されないなどいろんな噂が広まってたんで、今回もしかしたら1年以上経過してるんでいけるんじゃねっていうことで一度試しに申し込んでみたところ、なんとエラーコード402が出ることもなく回線契約もすんなり完了しました。ってことで、おそらく少なくとも1年経過でブラック解除は合っていたのかなと思いつつ、今回は前に申し訳ないこともしてるし、最低1年は使う気で到着を待とうと思ってた翌日、なんと今回は OCN モバイルワンエラーコード402が出なかった代わりに、グーシムセラーさんからのメールで、スマホセットにつきましては過去にプロバイダ契約などの入退会を繰り返した場合や取引実績その他総合的な観点からご注文をお断りさせていただく場合がございます。大変恐れ入りますが、この度のご注文につきましては総合的な観点から端末及び回線ともに当店にてキャンセルさせていただきます。誠に申し訳ございませんとのことです。はい、カジマ、やっぱりブラックだったってよっていうオチでした。当時はこのスマホのセール価格はお一人様生涯一度だけっていう説明もあったんですけど、今回はきっちりなんでダメなのかご説明いただけたんで逆にスッキリしました。てか、何度もお手数をおかけしてすいませんでした。いや、やっぱりカジマックブラック決定、お恥ずかしい。今後も遠くからグーシムセラーさん、 OCN モバイルワンさんの活躍を陰ながら見守っていきたいと思ってます。ってことで、 6GB 程度の SIM 探しもさることながら、やっぱり諦めきれないモトローラ H20、 ちょっと出遅れましたけど結局普通に購入しました。ただ今日ほんと時間なくて開けれないんで、明日以降開封してご紹介していきたいと思います。ということで、やっぱり残念ながら OCN モバイルワングーシムセラーのブラックリスト、僕の場合半年や1年で解除されることはなかったんで、今後活用される方ご留意の上お気をつけくださいというお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。